はい。皆さん、こんにちは。物販講師の黒沢です。今回はサブチャンネルを設けたので、ぜひご登録くださいという話をさせていただきます。もう動画も上げています。こちらのサブチャンネルの名前は、海外物販講師のなんちゃらにしました。もともと海外物販講師のつぶやきっていうのがメインチャンネルなんで、海外物販講師の語りだとか、しゃべくりだとか、 何にしようかななんちゃら、海外物販公衆のなんちゃら、なんちゃら、なんちゃら、あ、なんちゃらでいいか。みたいな感じのノリでつけてしまいました。で、今はたまたま公衆のハクン国際空港で撮影した中国南方航空の飛行機の写真にしてるんですけど、ここももしかしたらね、おちゃらけたものにするかもしれないですが、内容とすれば至って真面目です。っていうのもメインチャンネルの動画ってなるべく10分以内にしたいんですよね。 で、10分以内にするってことは、角度が結構ぶつ切りにしてるっていうのが、最近の動画ご覧いただいている方はよくわかると思います。要するに、テンポ感重視して、集中力が切れない、ま、10分っていう時間の中で、一つのトピックについて話し切るっていうことを行うためには、例えば、えーとか、あーとか、言っている部分っていうのは、なるべくカットして、なるべく短くして、なるべく皆さんがお忙しい中でも、一つ一つのテーマっていうのを消化できるようにしてるんですね。 ただ一方たくさん話したいことっていうのもあるんですよというかもともとメインのチャンネルでも結構話す動画だと1時間とか平気で話せちゃうタイプではあるのでそういった変にぶつ切りにせずにねそのまま皆さんに流した方がいいんじゃないかなと思えるような動画に関してはそのまま出してますなのでそれをこちらのサブチャンネルの方でそのまま出していこうかなと思いますやっぱり 全然、毛色が違うんですよね。一番初めにアップしたこちらの本業の仕事で疲れて副業する気力や体力がありません。どうすれば両立可能になりますかって、これ、節さんからご質問いただいた件なんですが、そこに対して答えるってなると、やっぱりこの、ブツブツ切らないで、そのまま初めから終わりまでノンストップでアドリブでっていう私の元々のスタイル、もう何も、 切ることなく言い間違えたところも言い間違えたところでそのまま出した方がある意味信憑性が高いのかなっていう思いがあるのでそちらのパターンに関しては今後、この海外物販講師のなんちゃらの方でそのまま出していきたいと思います。サブチャンネルなののでそそれこそ音楽の 動画とかもメインチャンネルで出したところではっきり言ってほとんど見る方いないんですよ。再生回数もそうだし、あとメインチャンネルで海外物販のことを勉強しようと思って登録してくださっているのに、いきなり私がドラム叩いてる映像だとか、 あとはサックス吹いてる映像だとか出すとめちゃめちゃ低評価が多くてへこむぐらいに低評価が多いのでそういった雑情報に関してはこっちで統一して出していこうかなと思いますというわけでこちらの動画の下、まあ、今回の動画からサブチャンネルの URL っていうのを動画説明欄にも貼らせていただきますのでそちらもぜひご覧いただければなと思いますどうぞよろししくお願いいたしますでは失礼いたします